余市岳は、北海道余市郡赤井川村と札幌市、南区上山系とにまたがる山。近隣の浅里岳、白井岳と合わせて、余市三山と称される。標高は1488メートルで、札幌市の最高峰にあたる。道南全体まで見渡しても、陽亭山と狩場山に次ぐ三番目の高峰である。三名は、 与一川の源流があることに由来する。山田秀蔵は、与一の語源として、アイヌ語の湯牧地や、余地を挙げている。与一だ岳は、第四期更新用に活動したと考えられる火山の、一つである。山体を形成した火山は、浅さと竹火山よりも新しいものであるらしく、標高1000メートル以上に分布している。また海には、熱水変質を受けた。 安山岩が広がっている。浅里岳からは、広い山頂間斜面が続いているが、余市岳の近くで、東側が大きく滑落したため、幅150メートル以下まで狭まっている。余市岳は、赤い川村川に流れる余市川と、札幌市川へと流れる、右桃川の分水嶺を成している。右桃川の周辺には、地べりで形成された沼や湿地が見られる。 登山自体を目的として登られた、北海道の山としては初期に属しており、1920年、スキート山によって登頂された。当時は北面の赤い川村川から登られていたという。1927年にヘルベチアヒュッテが建設されると、余市三山,山に対するベースとして機能するようになったが、総じて、 与一岳を訪れる者は少なく、札幌近郊の静かな山域として残されていた。しかし1980年代になると、周辺の開発が急速に進み、キロロリゾートの完成によって、与一岳を取り巻く環境は大きく様変わりすることになった。キロロの浅里岳パノラマゴンドラが運行されている。時期に限るが、ゴンドラ山頂駅が立つ。 標高1185メートルから登山を開始することができる。駅の正面ではなく、少々分かりづらい位置にある登山口から、深い雨列の刻まれた登山道が、背の高い笹の中へと伸びている。200メートルほど進むと、急展望台があるが、飛行場と呼ばれるほど平坦な地形のため、長望はあまり良くない。深い笹のせいで、視界はないが、 500メートルおきに標識が設けられているので進み具合の目安になる。やがて余市岳が正面に見えるようになると赤い川コースと合流する。一旦余市岳北東コルまで下って白い川右桃コースと合流した後山頂への急斜面へと取り付く。岳看板がまばらに生えた笹の尾根から廃末帯に突入すると傾斜も緩やかになる。 廃末廊下を抜けた先には、山火地石の枯れた廃末群落の中にケルンと観音像が立っているが、この場所は山頂ではない。さらに南西に500メートル進んだ地点が、真の山頂である。キロロ施設群の採用に立つホテル、シェラトン北海道キロロリゾートの右側に、林道ゲートがある。そこから1時間ほど歩いてたどり着く林道の終点が、登山口となっている。 浅里第一リフトの下をくぐり、余市川の源流である沢沿いの荒れた道を進む。右岸からやがて飛び石伝いに左岸へと渡り、傾斜の緩い作業道の後をたどると、急斜面に差し掛かる。坂の上の岳干場帯を進み、肺末が現れる頃に、ゴンドラコースへと合流する。札幌市側からの登山ルートは、上山系温泉から、北海道道95号。 京極ただし山景線を西に進んだ先、右桃橋で白井川を渡った地点にある、天狗小屋から始まる。林道を1キロメートルほど歩いて二股橋を渡り、東側の右桃川に沿っていくと、やがて整備された林道は終わり、草の茂る林道跡へと変わる。消失した白井小屋への分岐を過ぎたあたりが、登山歩道入り口となっているが、数年に一度ボランティアの手で、 草刈りが行われる程度のルートのため、常に快適な山歩きができるとは限らない。前半は、古い造林道を利用したもののため分岐が多くて、迷いやすく、その上湿地のような部分が多いので足を取られることも、ある。932メートルこれの付近から、周囲は、新葉樹とけ看馬の林となる。沢を2本越えて、夜市だけ北東、これへとトラバースし、 赤井川からのコースと合流する。かつて、上山系の奥深く、右桃川と引く田沢の出会いのあたりに、白井小屋という山小屋があった。1952年、北海道町林務部によって建てられ、その後は、札幌医科大学が管理していた。王子は陶器に、スキーで崖崩れした、雲ん道路へ釣り、スノーブリッジを利用して、 ようやくたどり着くことができ、よ一だけのアタックや浅里田たけの重装によく利用されたという。よ一だけの夏道、白井川右ももコースが改作されてからは、下記の利用者も増えた。2013年に白井小屋が不審火で消失した後は、登山ルートからの分岐道も薄れてしまい、注意することで痕跡を認める程度となっている。ありがとうございます。